読書は一生の財産。でも内容すぐ忘れてしまいませんか？この動画では、ノーション用の読書用テンプレート、そしてその使い方をご紹介します。一緒にたくさん本を読みましょう。じゃあ、スタート！今回紹介するテンプレートは、アリ・アブダールさんのものをめちゃくちゃ参考にしているので、こちらの動画も、わかんないけど、ぜひチェックしてください。テンプレートは、最終的にこんな感じのデータベースになります。すごいワクワクしませんか？私はこのメモを使ったことで読んだ時の気持ちとかをすぐ思い出せるようになりました。じゃあ早速皆さんもページをコピーして自分のノーションに作ってみてください。評価、タイトル、ジャンル、著者、読み終わった日というカラムがあります。右上のニューのボタンを押してみましょう。テンプレートを見てみましょう。今回はフィクション用のテンプレートとノンフィクション用のテンプレートを用意しました。もちろん自分の好みに応じてカスタマイズしてください。最初にノンフィクション用のテンプレートを見ていきます。ノンフィクション用のテンプレートは次のような構成になっています。産業まとめ、思ったこと、読んだきっかけ、この本を勧めたい人、この本を読んで自分がどう変わったか、引用トップ3、メモですね。3行で自分の言葉でまとめることで一度内容を整理できるので記憶に残りやすいです。次はフィクションの内容を見てみます。フィクションのテンプレートの中身は、どんな本、どうやって知った、どうだった、好きだったところ、あんまり好きじゃなかったところ、好きな箇所やキャラクターは、誰におすすめしたいという項目を作ってみました。ちなみに私が今まで読んだ本はこのように公開されています。ぜひ中身を見てどのように内容を書いていくか参考にしてもらえたら嬉しいです。今日は実際に私もこのテンプレートを埋めながら本を読んでいきたいと思います。今回は運のいい人、悪い人、運を鍛える4つの法則という本を読みました。このまとめを書いていきます。私の読書に絶対に欠かせないものが2つあります。1つ目は付箋です。このような細い付箋なんですけれど、100均にたくさん種類が売っています。私は読みながら気になった箇所、好きになった箇所に付箋を貼っていきます。今回この本にもたくさん付箋がつきました。これは後で役に立つからメモしておきたい場所にもガンガンたくさん貼っていきます。ここで貼るのに躊躇する必要はなくて、気になったところとかちょっとでも心が動いたところに付箋を貼っておくといいと思います。次に必要なのが、じゃん！見えるかな？このちょっと譜面台のようなものなんですが、本を立てかけるためのものです。これがなぜ必要かというと、本の内容を書き写しながらレビューを書いていくので、その時にめちゃくちゃ便利なんですね。もし電子書籍で読んでいるという方は、付箋の部分はハイライト機能。この台はおそらくいらないと思います。なぜならコピペで済んじゃいますからね。でも個人的には本は紙で読みたい派です。皆さんはどっち派ですか？よかったら教えてください。では実際に書いていきたいと思います。ジャンルは好きなようにもちろん追加してください。著者はリチャード・ワイズマン博士なのでそのように書きます。評価は、私は3段階にしてみました。3は人におすすめしたい。2は面白かった。1はいまいちって感じですかね。これは人におすすめしたいので3をつけます。読み終わった日は忘れちゃったけど1月中だった気がするので1月にしておきます。で、ここからテンプレートを埋めていくんですが、いきなり産業まとめって難しいですよね。先ほど付箋を貼ったところを書き写しながらまとめを書いていこうと思います。なので書き方としては、この本を読んで自分がどう変わったかや、引用トップ3のためにどんどん引用を書き写していくのが最初のステップになります。書き写すプロセスは記憶に定着させるのに
すごく重要な役割を果たしています。どれだけ話を聞いても自分の言葉で書き直さないとやはり記憶に残らないんですね。アウトプットが一番のインプット方法なんです。はい、付箋を貼っていた箇所を大体書き写し終わりました。書き写したタイミングで本の内容をちょっとずつまた思い出してきたと思います。この中で引用のトップ3を決めていきます。 Amazon の Kindle で本を読んだりすると他の人がハイライトしている部分が見えたりすると思うんですが、もうそういうのは全然気にしないで自分の心に響いた箇所を書き留めておくのが覚えておくコツです。引用を3つ選ぶことで自分がこの本のどこに一番感動した、面白かったと思ったのかが明確になります。残りの文言はトグルに隠してしまいましょう。この3つが私の心に響いた内容でした。この引用を元にして他の部分を埋めていきます。この本を読んで自分がどう変わったか書いてみます。はい、こんな感じで書いてみました。次にこの本を勧めたい人を書いてみます。ちなみに読んだきっかけも埋めていきます。では最後に3行のまとめを書いていきたいと思います。今まで書いてきたことを頭に入れて自分の言葉で書いてみましょう。こんな感じで個人的なまとめで大丈夫です。これで、あ、やばい、タイトルを書き忘れてました。タイトルはデータベースに戻ってみましょう。こんな感じになりました。もしこれを外部に公開するんだったらこのまま公開できるし、ブクログなどの読書管理サービスを使っている人は先ほどのまとめから自分の感想を投稿できると思います。今日はノーションを使って読書メモを記録していく方法をご紹介しました。これからもノーションのテンプレートやその使い方を紹介していきます。使ってみて変えたところ、自分なりに工夫したところがあればぜひコメントで教えてください。こういうものを管理したいななどのリクエストも待っています。例えばこんなリクエスト、コメントしてくれたら優先的に動画を撮っていきたいと思います。次回の動画では今回読んだ運がいい人と悪い人の違い、そして自分の運を上げる方法についてご紹介したいと思います。めちゃくちゃ面白かったこの本、ぜひ読んでほしいので次回の動画も楽しみにしててください。じゃあねー。